2006年に開業したドバイの商業施設イブン・マットゥータモールの天井から吊り下げられたイブン・フィルナースの像。21世紀現在、イブン・フィルナースはアラブ世界の科学技術を象徴する人物として視覚化されるに至っている。イブン・フィルナースはイスラーム文化圏の旧世紀イベリア半島の百科学的知識人。ハカム一世とその息子アブドゥラフマン2世紀の後、 うまいや朝の宮廷詩人であったが、試作や音楽といった分野よりも、美術や工芸に秀でた。現代ではむしろ、あとうまいや朝で活躍した代表的な、科学者、とりわけ、史上初の飛行実験を行った人物として認知、されている。名前について、より詳しくは、アブルカーシムアッパース・ブンフィルナース、ブンウィルダース・タークリニーと伝わっており、 後世のヨーロッパ人には、アフェルナスというラテン名でも言及されることがある。イブンフィルナースは、イスラーム文化圏の旧世紀イベリア半島、すなわち、アンダルスを支配した後ウマイヤ朝の三代にわたる、アミール、ハカム一世、アブドゥラフマン二世、ムハンマド一世に仕えた帝神である。長らく名前と、没年程度しか情報がなく、どのような人物であったか。 何をした人物か知られていなかったが、11世紀、アンダルスの歴史家、イブンハイアーンの歴史書あるマクタビスが再発見されたことによって、その強烈なパーソナリティが明らかになった。19世紀中頃には、17世紀北アフリカの歴史家、マッカリーの著作なフッチアル TV が、初めて交換本の活字出版と、西洋近代語への翻訳がなされる。 その後、アラブ主義者のアフマドゼキーパシャがイブンフィルナースの飛行実験の紹介に努めた。1953年にチュニジアで発刊されたラマダーン月のカレンダー。アラブ世界に関する教養メモが毎日紹介されている。右ページの21日はイブンフィルナースが自宅に設置した天体や雲の動きを模式的に示した仕掛けの話と飛行実験の話を紹介している。 まず、イブンフィルナースの名前について、より詳しくは、アブルカーシムアッパース・ブンフィルナース、ブン・ウィルダース・タークリニーと伝わっている。そのため、本人の名前はアッパース、その名前はフィルナース、ウィルダース、長男の名前はカーシムという情報が得られ、さらにそこから、彼自身が、ベルベル系のイスラーム共営の回収者、マウラーであったことがわかる。イブンフィルナースの出身地は、 ニスバよりタークルンナーのクーラという場所、現代スペインのロンダのあたりである。イブンフィルナースのフソは、アラブイコールイスラーム教徒軍の最初のイベリア半島を征服に従って、北アフリカからイベリア半島へ侵入したベルベル人であったと推定される。イブンフィルナースは、ウードを携えアッパース朝から後ウマイア町に来庁し、当地の音楽を革新した学人、ジルヤーブと、 同時大臣であり、同じコルドバの宮廷に仕える宮廷詩人であったが、20世紀の科学技術史の専門家、リン・ホワイトはむしろ、ヘボ詩人、音楽も他人から教わる段階と書いている。イブンフィルナースには、技術や工芸に関して基礎があったものと考えられ、彼が生きていた時代から750年も経ってからの情報源にはなるが、17世紀のマッカリーが、 イベリア半島に生水したムスリム政権の歴史を書いた歴史書には彼のいくつかのエピソードが紹介されている。マッカリーによると、イブンフィルナースは、石ころからガラスを作る方法を発見した一種のメトロノームを作成したとされる。ガラスに関する記述は、水晶を磨いて原始的な凸レンズを作成したと解釈する学者もいる。さらにマッカリーによると、 イブンフィルナースは自邸に星や雲を模したものを見せる一室を作ったという。この部屋には床下に仕掛けがあり、見学者は雷鳴や稲光に驚いたという。イブンフィルナースはアルマ型と呼ばれる水時計を設計し、透明なガラスの製造法を考案して補正レンズを作り、また世間を切断する方法を開発することにより、切断のために水晶をスペインからエジプトに送ることを不要にした。 彼は気象制御のためのシミュレーション室を持っており、見学者を星、雲、人工がみなりで驚かせた。彼がいかにして雷や天気を作り出したのかは、不明であるが、これに電気が使われていなかったことは確実であろう。歴史学者のリンタウンゼント・ホワイト・ジュニアによると、イブンフィルナスは、メトロノームのような機械も発明している。また、イブンフィルナスは、 原始的なオーニソプターを建造して飛行を試みている。イブンフィルナスは自ら向けて以下のような問いを書き残している。人の作った機械で、狩りと同等の完璧さに達したものが今までに存在しただろうか ?875 年65歳の時、おそらくは先行するアルメンフィルマンによる飛行の企てに影響を受けて、イブンフィルナスは最初の飛行を試みた。 コルドバ近郊の花嫁の山から原始的なオーニソープターを発信させたのである。しかしながら彼の試みは墜落と伝部の負傷で終わった。この失敗は鳥が着陸をする方法に注意を払わず尻尾をつけ忘れたと評された。イブンフィルナスはその12年ほどあと887年に77歳で死去した。彼は死ぬまで背中の痛みに悩まされ続けた。 2010年にコルドバで設置されたイブンフィルナースを記念するモニュメント。現代スペイン、コルドバ県のアッパース・ブンフィルナースを橋。2011年建設。イブンフィルナースを飛行、航空技術の先駆者として捉え、その功績を称えるためにその名を冠した。1976年には、月の裏側にあるクレーターの一つにイブンフィルナースの名前が冠された。イブンフィルナースは、 科学的に飛行を試みた史上初の人物であるフィリップ・クリーヒッチ、ヒストリー・オブ・ザ・アラブスおそらく彼の飛行は一世紀と少し後のマルムズベリーのエールマーに影響を与えた。エールマーは1010 10年頃、クライダーを使ってイングランドで200メートルを飛行したと考えられている。西洋人が子供にケイリー・キやリリエンタールやサントス・デュモンについて教えるのと同様、 イスラム世界ではイブンフィルナスの名が言及される。リビアには彼の栄誉を称える切手が発行されている。イラクではバグダード国際空港近くに彼を記念する像が建てられており、またバグダードの北にあるイブンフィルナス空港は彼の名にちなんでいる。月面のクレーターにもその名が冠されたものが一つある。ポール・ランディはもしイブンフィルナスが メディチ家のフィレンツェに住んでいたならば、ルネサンス的万能家として名を成していただろうと述べている。ありがとうございます。